おはようございます。時間になりましたので、お試しアカウント付き並列プログラミング講習会 GPU プログラミング入門を、始めさせていただきたいと思います。私講師の、星野と申します。はい。で、今日の講習開始スケジュールなんですけれども、まずはですね、午前中は、これ50分もかかんないんですけれども、スパコンの使い方などについての、話をして、で、その後ですね、午前中いっぱいで、GPU と OpenACC について、かなりざっとなんですけれども、座学をしたいと思います。で、昼過ぎからですね、午前中でちょっと座学終わらないかなっていう気がするので、その座学の続きと、あとひたすら演習をするというような、そんな感じの流れになっております。はい。で、この講習会についてなんですけれども、この講習会はですね、GPU に関する非常に基礎的な知識と、OpenACC というんですけれども、指示文を用いたですね、GPU プログラミングの基礎、もう本当に基礎部分だけを中心に扱います。はい。で、この講習会ですが、Zoom を利用したオンライン講習会でして、録画してますので、その点ご了承いただければと思います。はい。で、あと、スラックを使ってですね、質問対応しますので、スラックの登録がまだの方は、なるべく早めにご登録お願いいたします。はい。で、ですね、そうだ、まず、この資料ですね。はい。資料をですね、スラックにも貼ったんですけれども、今、チャットで PDF をお送りしましたので、こちらを見ながら進めていただければと思います。はい。で、この講習会、ズームで進めますので、ズームの手を挙げる機能を使っていただくと、結構気づかなかったりするんですけれども、はい。気づいたタイミングで質問をお聞きしますので、はい。よろしくお願いいたします。あとはですね、スラックの方に直接書き込んでいただけると、はい。他の人にも見えやすいのでいいかなと思います。はい。それでですね、このスラックの方にですね、この第178回 GPU プログラミングというのがあるので、そちらに登録していただいて、質問はそちらに書き込んでいただければと思います。はい。あとそうですね。特に午後の演習なんですけれども、なんかわからないとか、なんか、よくわからないエラーメッセージが出たとかっていう時には、コピペするなり、スクリーンショット撮るなりをして、スラックで共有していただければ、答えやすいので、そういう感じでスラックを活用していただければと思います。で、ですね、今回使うサンプルのコードなんですけれども、これは GitHub 上に公開してあるので、こちらをダウンロードして、ご利用ください。この講習会の外で使っていただいても結構ですので、ご自分の
ところにダウンロードしていただいても大丈夫です。で、ウィステリアで使う分にはですね、ウィステリアに SSH をしていただいて、あ、すいません、ウィステリアっていうのは今回使うスパコンの名前なんですけれども、あのスパコンに SSH、していただいて、そこでですね、自分のワークディレクトリに移っていただいて、これですね、Git、あ、この Git クローン、なんちゃらなんちゃらというのを打ち込んでいただいて、これで CD、レクチャーオープン ACC というふうにやっていただくと、できます。そうですね。まあ、先ほど送った PDF の中からコピペしていただくと早いかなと思います。はい。で、中身にはですね、ちょっと C の方が若干充実してるんですけれども、C と Fortran って、まあ、大体同じものが用意されているので、そちら好きな方をご利用ください。はい。でですね、基盤センターのシステムについての紹介なんですけれども、まあ、大体ですね、うちのスパコンセンターは、2つ大型システムが動いてて、6年ぐらいのサイクルでこう入れ替えていくというスタイルなんですけど、まあ、今大体22年なので、今2つシステムが動いています。で、去年まではですね、今の2つと加えて、もう2つシステムが動いてたんですけど、これがですね、去年、11月、2021年11月末と、本当にあれですね、2ヶ月前ですね、にこれ止まってしまったので、4システム動いてたのが今2システムです。1つは、オークブリッジ CX っていう、インテルの CPU を積んだスパコンになります。まあ、これは今回使いません。で、今回使うのがですね、去年から運用してる、ちょうど1年前ですね。ほとんどちょうど1年前なんですけど、ウィステリアという、スパコンを使います。これはどういう特徴を持ったスパコンかというとですね、2つ、2種類のノード群がありまして、1つが、シミュレーションノード群と呼ばれるもので、これオデッセイというふうに呼んでます。で、これはなんていうか、従来型のスパコンなんですけれども、載せてる CPU がですね、A64FX という富岳と同じものですので、富岳と大体互換性のあるノード群になります。で、今回こっちは使わないでですね、こっちのデータ学習ノード群と呼ばれるアクエリアスノードというものを使います。これはデータ解析とか機械学習向けということなんですけれども、高性能計算の用途にももちろん使われていて、CPU はですね、インテルの新しいアイスレイクの CPU っていうのと、あと NVIDIA の一部、今のところ一番新しい A100GPU というのが、搭載されています。今回はこの NVIDIA A100 の GPU を使って、講習会を行います。で、スパコンの料金表もですね、まあ、だいぶ寂しくなってしまったんですけれども、まあ、ウィステリアがこのくらいの値段で使えますので、まあ、ご興味ある方は使ってみてください。はい。今回の、講習会のアカウントはですね、1ヶ月間ご利用いただけますので、その1ヶ月の間で、まあ、ちょっと自分のアプリをちょろっと試してみたいとかっていうのは OK ということになってますので、はい。
ぜひ自分のアプリを GPU で動かしてみたりということもしていただければと思います。で、今回講習会で使う計算ノードなんですけれども、計算ノードにはですね、CPU が2ソケット入ってます。さっきのインテルジオンの、アイスレイクが2つついていて、そのノードにですね、8つ A100 の GPU がぶら下がってます。はい。まあ、講習会のアカウントだと残念ながら8つ全部の GPU は使えなくて、最大4つまでかな、4つまでなんですけれども、まあ、1つのノードに最大8つ GPU がくっついております。で、この CPU と GPU の間がですね、PCI Express Gen 4という規格で、これ接続されてまして、GPU の間がですね、NV スイッチという、これ NV リンクという規格で、つながっております。はい、で、まあ、重要なのがですね、CPU のメモリバンド幅っていうんですけど、メモリの転送、データの転送性能ですね。データの転送性能が、CPU の中では、1秒あたり、400GB ぐらい、データ転送ができるよというくらいの性能になります。で、これ GPU はですね、A101 枚の中で、1500ぐらいですね。実測で1500ぐらい出るんですけど、1秒あたり 1500GB ぐらいの転送性能があります。で、それに対して、GPU 同士を接続している接続網がどのくらいあるかというと、GPU あたりが、これ 300GB パーセカンドなので、まあ、やっぱり内部のメモリの性能と比べるとだいぶ見劣りします。で、さらにこの CPU と GPU の間をつないでいる PCI Express というのが、さらに1桁遅くて 30GB パーセカンドぐらいしか出ないということになってます。はい。まあ、なので、ここで重要なのはですね、GPU とか CPU の中の、メモリの性能はそれなりに高いんですけど、CPU と GPU をつないでる、バスのスピードは、一桁ないし二桁ぐらい、遅いと。そういう構成になってますので、ここを、一つ押さえておいていただくと、後で、GPU の性能、GPU プログラムの性能を理解するのに役に立つかなと思います。はい、この図はまた後でちょっと出てきます。はい。で、そうですね。あとは、ウィステリアを利用する上での注意なんですけれども、SSH で、ウィステリアにログインした時にはですね、スラッシュホームなんちゃらというところに、スラッシュホーム GT00 自分のアカウント名というところに、ログインすることになっています。ただですね、ウィステリアのルールとして、ここにはログインに必要なファイルだけを置くということになっていて、実際にプログラムを作成したり実行するときには、スラッシュワークに移動して、そこに置くというルールになってます。まあ、そうじゃないとですね、ホームに置いてあるものはですね、計算ノードから参照できないので、まあ、全部ワークに置くということになってますので、その点注意してください。はい。で、あとですね、ウィステリアはですね、モジュールというコマンドで環境設定をすることになってます。
まあ、またこれも後で出てきますけれども、モジュールロード、今回の場合は NVIDIA というのを使いますが、モジュールロード NVIDIA というのを、コマンドを打つと、NVIDIA の GPU を、利用するための環境設定ができるということになってます。はい。まあ、今回このモジュールロードというのを使います。で、使用可能な、その、環境設定の一覧みたいなのがモジュールアベイルというので、見られます。で、今現在使用中のものをモジュールリストというので確認できますので、まあ、この辺は自分で使っていくときには覚えていただきたいコマンドになります。はい。あとはビステリアでのプログラムの実行方法ですね。この辺も午後の演習の時に改めて説明しますけれども、ビステリアではですね、まあ、ビステリアではというか、東大のスパコンでは、普通このジョブスクリプトという、ジョブを投入するための、スクリプトファイルを生成して、作っていただいて、それをですね、PJSub とか、これもシステムによって違ったりするんですけど、今は全部同じか。はい。今は全部同じなんで、今は東大にあるスパコン全部 PJSub というコマンドで、ジョブを投入することになっています。で、これをこの PJSub なんちゃら .sh というのを打つと、スパコンにこの計算を実行してくださいという依頼を行うことになるので、これで、ジョブをスパコンに依頼して、依頼されたジョブがどうなったかというのを pjstat というコマンドで見るということになっています。で、ジョブが終わるとですね、ジョブスクリプト名の後ろに、なんたら、ジョブ番号 .out、ジョブ番号 .error というのがですね、そういうファイルが出来上がるので、このファイルの中身を確認すると、計算結果が書き込まれて返ってきてますね、ということになります。はい。この辺はまた、後で演習の時に解説というか、はい、実際にやってみますけれども、まあ、こんな流れでジョブを投入していきます。はい、あとはアクエリアスの、アクエリアスで利用可能なコンパイラについてなんですけれども、アクエリアスはですね、CPU がログインノードと計算ノードでほとんど同じなので、まあ、いろんなコンパイラが利用できますよという話です。GCC も普通に使えますし、インテルコンパイラも使えますし、NVIDIA のコンパイラも使えるというような環境になっています。で、まあ、今回はこの NVIDIA のコンパイラを使います。で、あとそうですね、今回はですね、ジョブスクリプト全部、こちらで用意してしまっているので、それを単に実行していただければいいんですけれども、普通に、自分でプログラムを作ってジョブを投入するときにはですね、このジョブスクリプトというのを書く必要があります。で、これはジョブスクリプトの、まあ、一例なんですけれども、ジョブスクリプト最初はこの一行おまじないを書いた上で、最低限必要なのがですね、このリソースグループ、自分がどこのグループに所属しているかという話ですね。まあ、今回皆さん、この GT00 という講習会グループに所属してますので、この講習会グループではですね、
レクチャー A というリソースが使えることになってますので、すいません、これさっきグループ名って言いましたけれども、スパコンの中で使える、どういうノードというか、どういうそのリソースが使えるかというのでが名前になってるんですけど、まあ、今回このレクチャー A というのを使います。で、このレクチャー A を使用するときには GPU の数いくつかっていうのと、あと、このジョブが何分ぐらい、かかるのかという、そのジョブの最大時間を制限できるようになってますので、まあ、この辺だけ最低限書いて、あとはプログラムの実行コマンドを打つというような形になってます。で、注意していただきたいのが、講習会で使えるのは、このレクチャーというのと、あと、実行時間の制限がですね、講習会の、アカウントだと最大10分になってますので、まあ、この辺に注意していただければと思います。はい、それでは早速ですね、座学の方に、入りたいと思います。まあ、今回学んでいただくのは GPU プログラミングというものなんですけれども、GPU プログラミングというのはですね、並列プログラミングの一種になります。なので、まず並列プログラミングというのがどういうものなのかというのを、把握しておいていただかないと、ちょっと GPU プログラミングもわからないということになりますので、まず並列プログラミングというのが何なのかというのを、非常に簡単に解説いたします。はい。で、GPU プログラミングとは言うんですけれども、GPU がまず並列計算機になりますので、まあ、今回は並列プログラミングを学びますと。で、その並列プログラミングはですね、他にもいろいろありまして、うちの講習会で教えているものですと、あとは MPI ですとか、OpenMP ですね。といったものを使った、ものがあります。で、並列プログラミングを何のために行うかというと、まあ、これは基本的にプログラムを高速化したいというモチベーションのもとで、行うことになっています。はい。じゃあその並列計算というのはどういうものなのかというのが、まあ、この図に現れているんですけれども、まあ、並列計算というのは基本的に実行時間が非常に長いプログラムがあったとして、そのプログラムを仮に P 台の計算機で並列計算したとして、もともとの時間が t だったとして、それが t 分の p 秒に、p 分の t 秒になればいいなという、まあ、そういうモチベーションのもとで、行うのが並列計算になります。ただですね、これ実際にこんな綺麗に倍率で、実行時間を減らせるかというと、これはですね、かなり処理内容、まあ、プログラムのアルゴリズムに、よって、まあ、難易度がだいぶ変わってきます。まあ、例えば、そのプログラムの、中に、どうやっても並列化できない部分があったり、まあ、その並列化するときに発生するですね、プラスの時間ですね、プラスというか、余分な時間、これオーバーヘッドと言いますけれども、そういう余分な時間とかが積み重なると、まあ、どんどんその理想の、高速化倍率からは離れていってしまうわけですね。で、この部分的に並列化できないと、プログラムの中に部分的にでも、並列化できないところがあると、どれだけ並列数を上げていってもその時間は短縮されないので、どうやってもこれ以上は速くならないという領域が、
出てきてしまいます。で、まあ、その何ていうか高速化の上限の上限があるよというのをこれアムダールの法則なんていうふうに業界用語では呼びます。はい、でですね、並列計算にはですね、大きく分けてタスク並列というのとデータ並列という、まあ、2つの方式があります。で、まずですね、タスク並列というのがあるんですけれども、これタスク並列というのが一体どういうものかと言いますと、これはですね、名前の通りですね、仕事を、分散処理する、仕事を、まあ、あるその人間ごとに振り分けて行う、並列化手法ですね。まあ、これをタスク並列と言います。まあ、一例としては、カレーを作るなんていう処理の場合には、仕事ごとにこれをカレーを作るというのを、まあ、仕事ごとに分割しますと、まあ、例えば野菜を切るっていう仕事があって、肉を切るっていう仕事があって、水を沸騰させる、煮込む、ルーを入れるなんていうふうに仕事を分けたとしますと、まあ、この仕事をですね、何人で、1人当たり仕事1つやるとしても、これこの仕事の中に依存関係がありますので、5人でこの仕事をやったところで5倍になるかというと、そうとは限らないというのがタスク並列の難しいところです。というのも、このカレーの場合だったら、野菜切ったり肉を切ったり、水を沸騰させたりっていうのは、同時並列にできるんですけれども、これを煮込むというのは、仕事を1から3までが終わってからじゃないとできないということになりますので、こういう依存関係があるような、仕事の分散というのは、これは非常に GPU が苦手とする、並列化手法になります。じゃあ、どういうものが GPU では得意とされるのか、GPU が得意とするのはどういう処理なのかというとですね、これがデータ並列と呼ばれる、並列化手法です。で、データ並列というのはどういうものかというとですね、まあ、例えばこういう算数ドリルみたいなものですね。数字、まあ、つまりデータは異なるんですけれども、入力のデータは異なるんですけれども、やる計算、ここでは足し算ですね、計算の手続きは同じであるというようなものを、これデータ並列と言います。で、まあ、どういう概念で、やるかというと、まあ、6人の小人に仕事分散しようと思ったら、誰々はどこの仕事をやってというふうに、こう場所でこうきれいに分割できるようなのが、まあ、データ並列になります。で、GPU では、この並列化手法を使うのが原則でして、まあ、これ、例えばこの算数ドリルの例なんかだと、まあ、普通これは配列とループで記述することになるわけです。この答えの配列を C として、足される数これを配列 A として、足す数を配列 B というふうにして、これループ処理にすると、まあ、こんな感じで書けるわけです。はい、だからプログラムでデータ並列をするといったら、まあ、基本的にこのループを見つけてきて、そこの部分を並列化することになるわけです。ということで、GPU ではこの基本的に
ループを並列化していくことになるわけなんですけれども、じゃあ、すべてのループが、GPU で並列化されて速くなるかというと、まあ、そうはいかないわけです。で、普通その GPU でプログラムを高速化しようと思ったら、プログラム中のその時間がかかっているループ構造を、並列化していくことで達成するわけなんですけれども、特に今回学ぶ OpenACC はですね、それなりにその並列化できるループに制限がありまして、特定のループ構造を簡単に並列化できるというものになります。で、まあ、概念からすると、まあ、この世の中のすべての、ループがあったとしたら、GPU で高速化可能なループというのは、まあ、その中の一部なわけです。で、まあ、これ、ここで高速化可能と言ってるのは、大体その、NVIDIA の GPU の専用言語で、CUDA というのがあるんですけれども、CUDA で高速化可能なループというのが、まあ、あるわけですけれども、その中のさらに一部が OpenACC で高速化可能なループということになります。はい、まあ、なので、この OpenACC というのはその GPU で高速化できる、まあ、典型的なループしか扱えないわけなんですけれども、まあ、なので、入門編として学ぶのには非常にいいというものになっております。ということで、その OpenACC でどんなループが並列化可能かというのをまず知る必要があるわけです。はい、で、これがですね、OpenACC で並列化可能なループをまとめたものです。すいません、ちょっと図が崩れちゃってるんですけど、なんで崩れてたら、まあいいや。はい。で、OpenACC で並列化可能なループというのは、この一番左のですね、データ独立なループと呼ばれるものと、真ん中のこのリダクションが必要なループと呼ばれるものです。で、これデータ独立なループというのがどういうものかというと、すいません、ちょっとなんか改用されちゃって見づらいんですけれども、まあ、例えばさっきの算数ドリルの例ですね。C イコール A 足す B みたいな、ループ。さっき言った通り、この自分の場所がこうバシッと決まって、それぞれ独立な場所だけですね、参照すればいいようなループというのは、これデータ独立なループと言います。で付け加えるとですね、これ独立、どこが独立じゃないとダメかというと、書き込まれる配列の C が独立であれば、この場合はよくて、読まれるだけの配列は、まあ、どこ参照しててもいいということになります。はい、まあ、こういうループだと OpenACC で非常に簡単に並列化できます。ただですね、このループはですね、CUDA でも非常に典型的な処理なので、そんなに頭使わないでも並列化できます。で、もう一つ、OpenACC で対象としている主なループは、このリダクション処理と呼ばれるループです。リダクション処理っていうのはどういうものかというと、例えば配列の総和を求めるようなプログラムですね。この sum っていうのが総和だとして、A の配列の中身を全部足し込んでったらいくつになりますかというのを、これリダクションとかっていうんですけど、縮約演算とか言うんですけど、まあ、こういうループの場合も OpenACC で簡単に並列化ができます。というのも、まあ、足し算はですね、足し算とか掛け算は、
順番変えても答えは一緒になるわけなので、そういう演算に関しては、書き込み先がかぶっていても、並列ができるということになっています。なので OpenACC で基本的に並列化できるのはこの2種類のループだと思っていただければ良いです。じゃあ OpenACC で並列化できないのがどういうループかというと、これが非常に難しいんですけれども、書き込み先がかぶるループですね。図にするとこんな感じなんですけど、隣のデータを参照しないと、いけないみたいなループはですね、CUDA でやると、これ頑張ると、実は並列化して早くすることもできるんですけど、OpenACC だとそういう書き方はできないことになっているので、対象外となります。なので、今回 OpenACC を学ぶ上で、重要なのが、自分が並列化しようとしているループが、データ独立なループなのか、リダクションが必要なループなのか、それとも OpenACC で並列化できないのかというのを見極めることが非常に重要になります。この見極めというのは、並列プログラミングを書く上では、OpenACC だけじゃなくて、どんな並列プログラムを書く上でも重要なことになるので、このループが並列化可能なのかというのを、見極める目を持つというのが、並列プログラミングの第一ステップになるわけです。はい。で、そうですね。並列化できるループとできないループで何が違うのかというのを、簡単な絵で表すと、例えばこれはさっきの、データ独立なループになるわけですね。配列 A の自分の担当のところを読んで自分の担当のところに足すというようなループだと、これどういうことが起きるかというとですね、それぞれ、これ3人が、バラバラに、データをこうメモリから読んできて、メモリから読んできたデータを元に、計算を行って、メモリにまた書き込みに行くと。こういうことをするループがですね、データ独立なループというふうに呼ばれています。他になんか依存性がないループとか、自明な並列性を持つループとか、そういうふうに呼ばれたりもしますけれども、これが基本的に OpenACC で並列化可能なループであるわけです。はい、じゃあですね、その簡単に並列化できないループというのが、どういうものなのかというと、これさっきのリダクションの例なんですけれども、リダクションは最終的に OpenACC では並列化できるんですが、リダクションもですね、普通にやると簡単ではないというのが、ここで、ちょっとアニメーションっぽく示されているものです。これ、この右上に書いてあるプログラムを見ると、全員がですね、この A0 というところを参照して、足し込もうとしていると。なので、これ、プログラムを見ると、この A0 に3回1を足しているだけなので、もともとの内容が3だとすると、本来は3たす1たす1たす1で6という結果になればいいという、そういうプログラムなんですけれども、これ足し算なので、どういうふうに足していっても結果は変わらないはずなんですが、実際どういうことが起こるかというと、
要はですね、このスレッドがですね、スレッドというか、コンピューターの中で、分散処理をしたときに、それぞれの人がですね、同時に動いてくれるとは限らないわけなんですね。それぞれの人はバラバラに動くので、で、しかもですね、その CPU で実行される足し算っていうのは、実は、メモリからデータを読み込んできて、足し算をして、で、メモリにデータを書き込みに行くという、この3つの、命令に実は内部的に分かれているので、それぞれのですね、それぞれのこのスレッドという、実際に中で計算するその CPU の中の人がですね、この3つを行うタイミングによっては、全然結果が間違ってしまうということがあるわけなんですね。これが非常に並列プログラミングで難しいところで、その実行するたびに結果が変わってしまうなんていう、バグの元になります。で、この例の場合はですね、ちゃんと間違った並列化をしてしまうと、答えは本来6なんですけども、場合によっては4になるし、場合によっては5になるし、場合によっては6になるという、まあ、そういう厄介なことが起こります。ただ、さっき言った通り、このリダクションというタイプの計算は、実は真面目にやると、真面目にというか、ちゃんと考えると、並列化して早くすることができます。例えばこの16個、値が入っている配列を、8人で、並列化してなんとか処理を高速化したいと思った時には、この配列、まあ、例えば16個の要素がある配列を、まあ、8人なので、1人2つずつ担当するわけですね。で、まずこの、A の中の配列の値を、足していって、配列 B にそれぞれ書き込んでいくと。そうですね。この各々が自分の担当領域で足し算をして、まあ、結果を別の場所に保存するわけです。で、この時に、この書き込みをですね、遅れている人を待って、まあ、これ同期っていうんですけども、スレッドの同期をして、遅れている人を待って、配列 B への書き込みを終わらせると。で、この配列 B の書き込みが終わったら、全員で次の処理に進むと。あ、この場合全員じゃないですね。半分寝かせて、起きているスレッドで、同じことを、この同じ2つの足し算をしてというのを繰り返していきますと。で、これを繰り返していくと、まあ、最終的に、総和が得られるということになってます。で、これ、このだんだん縮約していく過程を、これ、一般的にリダクションと呼ぶわけなんですけれども、これはですね、もともと、その一人で、16個の配列足そう、あの、の、総和を求めようとしたら、16回足し算しないといけないわけなんです。あ、15回か。15回足し算しないといけないわけなんですけれども、ん？あ、16回か。あ、16回足し算しないといけないわけなんですけれども、これを8人でですね、リダクション演算す、こういうだんだんの、だんだん減らしていくリダクション演算をしてあげると、これは、この回数はログで聞くので、16回の場合は4回足し算してあげればいいわけですね。配列16個に対して、もともと16回足し算というか、1人で足し算していかなくちゃいけなかったものが、8人でやると、一番働く人でも4回足し算すればいいと。
まあ、なので結局、16回ただ足し算する場合と比べて4倍高速化ができるよというのが、このリダクションの、並列化になります。まあ、本来こういう難しいことを考えなくちゃいけないんですけれども、OpenACC ではこのスレッド間の、通信とか同期とかっていうのを考えないで、できるというものになっております。はい。というぐらいまで話したところで大体、時間なので、10分ぐらい休憩してからまた再開したいと思いますが、ここまでで何かご質問などございますでしょうか。